猛烈な暑さが続いています。浜松市では2日連続で35度を超え、熱中症など体にとって危険な暑さとなりました。正午過ぎの浜松市天竜区です。焼けるような日差しがギラギラと照りつけ、熱風が体にまとわりついてくるような感じです。天竜では午後0時23分に県内で最も高い 36.3 度を観測しました。各地の最高気温は佐久間で 35.4 度、浜松市中区で 35.3 度と猛暑日になったほか、三島で 34.3 度、静岡市駿河区で 32.6 度など県内に19カ所ある気象庁のすべての観測地点で30度を超えました。この暑さはあと数日続きそうです。